今年も金徳を一つでも多く獲得してやるぜ。ブラック、今年も開幕戦任せたぞ。ふん、任せておけ。畜生、俺は今年も開幕2軍だ。ささやき戦術を聞けたが、もうキャッチャーは諦めるんだな。ブラックとのゴールデンバッテリーの予定が。お前じゃなるいには勝てねえよ。ピエン。ジャイアンツの先発は右の菅野。この両投手の投げ合いです。熱き戦いが幕を開けます。何？負けた。なんだと。ブラック。大城め。打ったのは大城か。まあまあこういうこともあるさ。しっかり切り替えて次は頼んだぜ。ちぃ、まさかの黒星発進とはな。シーズン途中終盤力をゲットしたぞ。金徳来た。今シーズン終了。今年も圧倒的。もう俺は名称扱い待ったなしやで。あっちにでも行くか。ガキがいるな。なんだお前。ふん、そうなのか。野球教室か。今頃気づきやがったのか。は？なんで俺様がそんなことを、5000万もするのかよ。だがガキたちを英才教育すれば、よかろう開いてやる。てかお前誰なんだよ。俺の金で開くんだぞ。なんか上からだなお前。まあ奥井が首になった時はここに再就職させればいいな。お前5000万持って逃げたらわかってるだろうな。確認しに行くぞ。ほう、ちゃんとやってるみたいじゃねえか。まずは腕立て334回だ。なんでや。デカガキにはきつすぎるだろ。次はこの辺をぶらついてみるか。学校か。おい、二刀流だから野手もやってるぞ。だから二刀流だと言ってるだろうが。おい呼ばなくていいぞ。ふん、俺のことをちゃんと覚えておけ。気が向いたら来てやる。またぶらついてやろう。あん、そうだな、ぶらつくか。そうだが何の用だ。は？お前何言ってんだ？追い放せ。一体何がどうなってんだよ。お前なぁ。ふん、しっかりしろよ。まあよかろう。さあさあみんな、クライマックスも気を抜かずにしっかり頼んだぜ。全日程終了。首位打者はダメだったか。三冠王欲しい。全員今すぐチャンネル登録な。お約束。ふん、お前か。てかお前名前なんて言うんだ？覚えておいてやろう。は？なんだこの選択肢は。どっちもほぼ変わらなくて笑った。どっちが正解だ。気にしていないぞ。逆を選んでたら何か変わったのかな。今年の相手はセーブか。初戦で俺様がぶちのめしてやるぜ。ブラック頼んだぞ。埼玉西武ライオンズ日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右のブラック。先発はダルビッシュかよ。これはいい投手戦になりそう。この両投手の先発が発表。ブラックの次援護で先制。勝ったでー。ふん、余裕だ。投打に大活躍だったな。またお前か。
取材か。一点取られたからな。反省点ばかりだ。当然だ。横浜市連勝した。この調子でみんな頑張ろう。これは4人ですわ。強いぞベイスターズ。さて今日の日おい何やってんだ。まさかの楽天さよなら負け。第4戦を落としてしまいました。日本一だー。日本一を決めました。歓喜の瞬間です。ついにベイスターズで寝れました。バンジャイ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 。ふん、相手にならんな。完全に黄金時代到来だな。お食いがいなくてもこの強さ。まままま、さか俺を首にする気じゃ。ほんとそろそろやべえぞ。いやだー。ふふふ、見事日本一となった5連覇達成だぜ。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。日本一になりました。なんでやー。日本一おめでとうだぜ。さあみんな、今日はたくさん楽しんでね。俺も参加してー。おいやめろ。うはー、毎回毎回調子に乗りやがって。おいお前は絶対やばいからやめとけ。うわぁ。やっぱり助っ人の忘れな。コーチは虫だな。さて行くか。来たなブラック。破壊。ははは、聞かないぜー。何？今年はちゃんと対策してきたからな。ゴールまだいたのか。ライマルも帰国か。ゴール達者でな。反省点は特にないぞ。ミッションは達成したな。ほう、かなりの交渉材料ゲットだ。クソが。タイトル発表。ふん、拍手が小さいぞ。ダルビッシュか。日本に戻ってきても活躍したんだな。やっぱりダルビッシュはすごいんだな。よかろう。結局今年は開幕戦の負けだけだったか。あれ以降負けなかったのはすげえな。打つ方は何も言うことはなかろう。これで首位打者取れなかったのか。初の20勝台到達だ。来シーズンには通算100勝達成も確定だな。脱三振あと一つだったか。なんでや。てかちょっと待て。どうした？俺首位打者が取れてねえんだよな。そうだぜ。俺の打率4割近くだったぞ。まさかまた佐野さんが。嘘だろ。
つもよりかはピンチで打たれたか。オリックスだけやたら高いな。まあ交流戦の1試合だけだし。島田若野だな。奪三振も多い。中日ゼイメ。これは素晴らしい野手陣。中日だけ打率低いな。素晴らしい投手陣。畑打たれすぎはロタ。ホームラン7本か。阪神の投手に完全に抑えられてるな。首位打者は佐野さんじゃねえ。佐野じゃなかったら誰なんだよ。宮崎さんは結構衰えてきてるな。アメリカ帰りの鳥羽はまあまあだな。先発陣は防御率高めだな。田口もクローザーなら高めだ。伊勢さんはほんと安定してるな。吉田さんかー。よ、吉田の野郎、やりやがった。前人未到の打率4割やでー。俺でもわずかに今年届かなかったというのに。佐野さんもすごかったけどそれをさらに超えるとはな。メジャーに行きやがれ。多分他の選手はブラックに対してそう思ってるやろな。いやーまさか本当に4割バッターが誕生するとは。ペナントでもこんなに打つやつはまだ出てねえぞ。はいはい、秋のキャンプの時間だよ。はい、ブラック。だからいつまでこの無駄なキャンプするんだよ。まあまあそう言わず。いやいや、ブラックくんよく来たね。今年は10億は譲らねえからな。お待たせ。まずは今年のミッションは無事達成したらしいね。プラスしておくよ。当然の結果だ。ってことで来期の年俸は、ズバリ。おいこら、10億まで届いてねえじゃねえか。まあまあこれでも結構上がった方だよ。サインしてくれるよね。言ったはずだ。俺は10億は譲らねえ。ぐぬぬ。ならば先頭と行こうじゃないか。よかろう。優勝と日本一は俺のおかげだ。お前が見に来た試合もまあまあ勝ったぞ。全勝ではなかったしねえ。3年連続3割。3年連続30本塁打。2年連続30盗塁。2年連続15勝。2年連続投手4冠。20勝達成。わかったよ、9000万アップするよ。ちぃ、あとわずか届かずか。来年は絶対10億用意しとけよ。練習設備で何かあるかね。もっと援護できるようミート練習を整えておけ。わかったよ。それじゃあ来期のミッションと行こうか。まずはミスター奪三振だ。通算記録なら余裕だな。二つ目は9回のリードオフマン。首位打者と盗塁王か。最後は三冠王だ。野手系が今年は2つか。まあ確実に達成できる奪三振だな。わかったよ。それじゃ来シーズンも期待しているからね。みんな集まれ。うほん。ちびっこ野球教室をやります。またそれか。まあ裏営業で小遣い稼ぎだな。相変わらずやかましいガキどもだ。
100万ゲットだ。うらえろいな。はいはい集合。うほん、ファン感謝デーをやります。今年も来やがったな。ドラフトか。今年は投手多いな。俺助かったかも。さあハワイだぜ。さあみんな楽しんでくれよ。来シーズンこそは。毎年聞いてるぞ。絶対来シーズンこそは。あ、今シーズンもありがとうございました。来シーズンもお願いします。はいこれいつものやつか。菅野さんと坂本さん同時か。大野もか。ハンカチ世代がもうそんな年だったんだな。俺は大丈夫だよね。わからんぞ。お願いしますお願いします。さあ横浜だ。お願いします。生き残ったー。ふん、よかった。お母ちゃーん。結構バッサリだな。お、松井さんが来たぞ。投手力強化だな。は？楽天の大勢に補強エグすぎー。吉信と村上はやべえだろ。これはリアルソフトバンクもびっくりの補強。おい、クソアロタ。リアルソフトバンクじゃねえか。この世界だと楽天がソフトバンクなんだな。誰だ？おいお前村上と一緒に楽天かよ。まあセリーグじゃねえことがせめてもの救いだな。日本シリーズでの対戦を楽しみにしておいてやる。交流戦じゃなくて日本シリーズだ。さて、今年もやるとするか。まずは奥井だな。今年もビシバシよろしくだぜー。さて次はダルビッシュだな。ジストレに呼んでやる。プロスピもやるからタブレット持ってこいよ。最後は似てる鳥羽も呼ぶか。ジストレに呼んでやる。はいかイエスで答えろ。これでいいな。まあ日本一は余裕だ。ほんとお前ら似てるな。そっくりだぜ。アメリカ仕込みはやっぱり違うな。新人は挨拶しろ。よしいいぞ。じゃあみんなしっかり頑張ってね。当然一軍キャンプだ。あん？お前か。なんか転生選手はいるか？それ番長三浦じゃねえか？まさかの赤い番長？後で調べてみるか。あん？神茶茶には防御率全然だったろ。神茶茶にな。今年は結果出さねえとマジでやべえ。パワーが少ししか伸びてねえじゃねえか。もっと頑張るー。こいつ優秀だな。高卒でこの能力は普通に強いぜ。こいつはまあまあだな。特能はいいな。こいつは普通だな。一発持ちか。こいつもまあまあか。守護神になれるかな。足だけだな。外野では負けねえからな。東尾じゃねえか。東尾は転生してホークスに入団したのか。
り番長だー。横浜はもちろん指名はしたんだろうな。1位指名でくじ引き外れたんだよね。そうじゃねえと暴動が起きるぞ。仕方ねえから今年も面倒見てやる。ありがたやありがたやー。破壊。新人か。シュート蘇我だな。おいブラック、バレンタインだぜ。去年より増えてやがるな。本社もらっておいてやるぜ。誰だ？ブラックか？何の用だ？お前国際大会メンバーに選ばれたぜ。ほう、今年はそうだったか。ブラックすごいな。大谷も出るのか。先発陣はすげえメンツが揃ったな。大杉は転生かな。さあブラック頑張ってこいよ。そういえば連覇がかかってるのか。吉田がまさかの打率4割を達成した。俺もいつか必ずあいつの打率を超えてやるからな。続く。